ただでは私の弟子になることはできない、まあ、私もそう簡単に竹田子さんから浮気はできないということでですね、皆さんこんにちは、山本義則です。今回はですね、フィジーク界期待の星、とても有名な方です、サラリーマッチョ西井さんにお越しいただきました。そして、西井さん、私のところに弟子入りしてプロになりたいというように伺っているんですけれども、ただでは私の弟子になることはできない、まあ、私もそう簡単に竹田子さんから浮気はできないということでですね、いろいろと質問をさせていただこうかと思います。西井さん、これまでの経歴ですとか、はい、トレーニングを始めたきっかけとか、そのあたりをご紹介いただけるでしょうか。はい、承知しました。私、サラリーマッチョ西井と申します。会社員をやりながらフィジーク競技やっております。トレーニングを始めたのは約6年前で、もともと実は私喫煙でタバコを吸っておりまして、でそこからタバコをやめて、でそこから大体1年ぐらいの間でこう年齢が20代後半に差し掛かった理由もあるかもしれないんですが、こうちょっと太ってきてしまって、よくあるその夏に向けてダイエットしようっていうところがジムに通い始めたきっかけです。でそこである程度夏そこそこの体で迎えて、でそこからちょっとゴールドジムに入会しまして、でそこで、張り紙でそのボディーコンテストっていうのがあるっていうことを知って、でこの夏のちょっと中途半端な体から、コンテストに出て、自分の退路を立ってこうパンツ一丁でランウェイを歩くとなると自分の限界まで努力するんじゃないかっていうふうに考えまして、そこでコンテストを出たのがその競技の始めたきっかけになります。でそこで最初は予選落ちしまして、でそこからもともと負けん気といいますか、が強くて勝てるまでやろうということで、実際本気で競技に向けてトレーニングすると、そのトレーニング自体が楽しくなって、気づけば今6年ぐらい経っているというような状況です。直近の成績としましては、一昨年にフィジークデビューしまして、そこで FWJ 当時の NPCJ で東京大会でフィジークのノービスクラスで優勝して、でその次の大会の名古屋大会でオープンクラスで優勝ということになりまして、去年初めてプロクオリファイ、プロカードをかけた戦いに出まして、そこでフィジークのクラスで3位で、今年は2月に行われたプロクオリファイでフィジークとクラシックフィジーク出て1位にはなったんですけれども、オーバーオールで両方とも負けてしまいまして、プロカードを取得ならずというような状況です。次のコンテストに向けては必ずプロカードを取りたいという思いで今トレーニングやっております。私自身もですね、半年ほどサラリーマンやったこともあるので、普通に働きながらトレーニングしてコンテストに出るっていうのは本当に大変なことなんですけれども、時間とかはどうなんでしょう、普通に取ることはできるんでしょうか。そうですね、時期によってやっぱり忙しい時と忙しくない時で時間の取り方が変わってくるんですが、一番その自分がコントロールできる部分がその早朝、朝ですと残業が多くても自分完全にコントロールの時間なので、まあトレーニングのベストの時間かどうかはちょっと別なんですけれども、早起きして朝トレーニングして、そして会社に行くというような生活をすることで、ある程度自分のトレーニングのスタイルというのは確立しています。アメリカなんかですとやっぱり朝トレーニングしてそのまま仕事に行くって方結構多いんですけれども、まあ、私もちょっと一回やったことあるんですが、もう全然仕事できなくなってですね朝のトレーニングはちょっと自分には向いてないなと思ったことがあるんですけれども、まあ、今は24時間ジムとかもありますし、結構好きな時間にトレーニングできるということですが、あと私がサラリーマン時代に苦労したのが仕事中のプロテインなんですけど、そのあたりはどうでしょう、柔軟な対応を取っていただいてるんでしょうか。そうですね、そのやっぱり競技やっていることについては職場の皆さんも知ってくださっていて、最初はなんかプロテインやってるぞみたいなあの給湯室とかでなんか飲んでる変なやつっていうような印象もちょっとあったかもしれないんですけれども、やっぱりこうその向き合う姿勢ですとか、でその後の結果とかも出てきたりとか、あとこうやって YouTube とか Instagram で発信を継続的にやっていく中で、皆さんありがたいことにそのご理解をいただけて、今ではこうプロテインとか飲んでると結構興味を持って、逆にどういったものがおすすめかとかそういったことを聞いていただけて、間食に関しては仕事に差し支えのない範囲で間食は取らせていただきます。
方や職場のサポートとても大事なことだと思いますので、まあ、働きながらトレーニングコンテストに出てる方結構いらっしゃると思うんですけれども、職場の皆さんのサポートですね、応援してもらう、味方になってもらうということがとても大事なのではないかなと思います。トレーニングを続けてコンテストに出て、そこからですねプロになりたいというところに結構段差があるというか、なぜプロになりたいと思ったのかということもお聞かせいただけるでしょうか。はい、大きくは2つ理由がありまして、1つはこう私もともとそのフィジークに出れるとは思ってないかったといいますか、もともとすごい線が細くて、フィジークのバルクは自分は一生到達できないだろうというふうに考えて、最初コンテストとかも、まあ、細身の大会に出てたんですけれども、そこから年々こう体が大きくなっていくことに、自分の中の課題というか目標を1個ずつステップアップさせてやっていくということで、その一昨年、リージョナルの地域の大会でフィジークで優勝できて、次のじゃ目標はもうプロしかないだろうという思いがあって、次のステップアップとしてプロを目指したいということが一つ、そしてもう一つは私が会社員だからこそトレーニングをやろうということをポリシーとして、日常 YouTube だったりとか Instagram で発信していますので、そういった過程でしっかりと結果を出して、皆さんに私のこともそれ機会に知っていただけて、そういった一般の社会人の方もフィットネス身近に感じていただけたらすごい嬉しいなと思いまして、その2つが理由でプロを目指しています。普通に仕事をしながらそれでプロになるというのはとても大変なんですけれども、そのような前例を作っていただくことで後に続く人も出てくるのかなと思います。実際にプロになるにあたってですね、今回クラス優勝されてオーバーオールでは、勝てなかったということなんですが、プロになるために、現在のご自身の課題といいますか、ここをもっとこうしたいと、そういうところはありますか。はい、全体的なちょっとバルク不足というところはあるんですけれども、特に背中がもうずっと弱点として抱えてまして、やっぱり一番はその正面から見た時のアウトラインの背中の広がりの部分、あとはもともとその腹筋が弱くてですね、その、フィジークでミッドセクションを非常に求められるというところもありますので、次にやっぱり腹筋、そしてフィジーク、クラシックフィジークで戦っていく中で、フィジークであってもそのサーフパンツの下からでもしっかりと土台として足が必要ということは近年徐々に私感じているところでもありますので、この3点、背中、そして腹筋、足、この3つを何とかクリアしていきたいなと思っております。そしてもう一つ、お伺いしたいんですけれども、結構トレーナーは多いと思うんですけれども、なぜ私を選んでいただけたのかをお聞かせいただけるでしょうか。はい、山本先生のことを存じ上げたのはもう YouTube とかを始められるずっと前から、私が筋トレ始めた頃から、山本先生の書籍等を読ませていただいてまして、炭水化物のすべて、この辺りで私が初めてコンテストした時のカーボディプリート、カーボローディングの情報源にさせていただいたりですとか、あとは脂肪酸とケトン体、この、書籍をすごい難しかったんですけども、何度も熟読して、私がその初めてケトチニックダイエットをコンテストで試した時の、バイブルとして、ずっとその山本先生の、理論っていうのを私の、知識の本当にベースとして、ずっとこれまでやってきておりましたので、ぜひ、今回こういった機会をいただけましたのでお願いできればと思っております。私の書籍をちゃんと熟読していただいてですね、そしてさらに理解するだけでなく実践していただいたという方、とても少ないと思います。読んでる方は結構多いと思うんですけれども、なかなか自分の体で試すということまではいかない方が多いんですけれども、実際に読んで試していただいたということで、とても熱意が伝わってきましたので、私としてもぜひ、弟子となしてですねプロになっていただければと思いますので、これからぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これからですね、西さん、現在の課題である背中や腹筋、そして足のトレーニングについて私の方でカウンセリングしながら、ご紹介していくんですけれども、その模様、私の方の、チャンネルと西さんの方のチャンネル、リンクはこちらの概要欄の方にありますので、ぜひチェックしていただければと思います。西さん、今日はわざわざ渋谷までありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。